くなぁ。なんだろう、姉側のなんていうの映像無理やり見せられたりとか、なんかあなたここ最近、あ、そうそう、重たいの多いけど大丈夫か本当に。姉側で思い出したなんて、あの後家帰るやん、はい、すっげえ頭の中の映像、まま、あの繰り返しリピートされてた、うん、飛び級のグロ画像をそうそうそう、あの、うん、戦の戦いが、うん、あそこでは見えなかった、もうあの途切れ途切れのとこも映像として、わけわからん映像がで一つ、うん、一つ、そうそうそう、 夢なのか僕もちょっと定かじゃないんだよ、ここ姉川で、あそこにさ、俺水たまり1個2個目に、うんうんうん、ワンピーの着た女性が見えるって俺に言ったやん、はい、ね、うん、その映像が僕がさ布団の中に入って寝ようかなと思った時に、うん、あれが見えたのっていう声が聞こえて、俺の中に、頭の中に、うわお、はい、あれが見えたの、見えましたって、うんうん、で俺は言っとるはずなんで、自分で言っとるって、でそうやって聞こえるんやな、はい、で俺は、ああ、見えました、もう眠いんですけどそしたら、あとね、そっからが思い出せないんだよな、なんやろ、それがすっごい気になった、それがもう夢といつものことない、あの金縛りみたいに体が動けなくて、夢と現実の狭間に入るかのはもういつものことないやんか、ほうほうほう、今回は違う、もう声とその何、声と映像がもうぴったりちゃうんやって、おお、本当にその映像を見せられてる感じ、なんか映画館におる感覚、その戦の映画館の飛び級のすげえ映画見てんの、もう怖くてキモくてすげえんやって、とにかく、うん、でしょうな、うん、リアルの合戦なんかいけないじゃん、見たら死んじゃうわ、痛くねえのかなと思うぐらいまあ痛いであえて悲鳴上げるんだろうな産地チェック失敗してんだよな、大丈夫か本当になんかちょっと大丈夫本当に俺の中ではすごい強烈だった、過去の映像が見えるのっつったら、あ、今回初なんやって、これそれも家の中に持ち込んで家の中でもそれを見えるっていうのは本当まさしく、なんていうの、いつも使ってるの、あの霊感のもうマックスの時なんて、ああ怖っ、うん、だからなんでこんなもの見えるんだ、なんで俺にこんなもの見せるんだろうひたすら思うやん、だから俺はもう夢と現実の狭間の中で俺は答えてるんだよ、なぜこんな映像を僕に見せるのっていう、おうおう、うん、答えてくれないのか、答えてくれないのか聞こえないのかって言ったら答えてないのよ、笑い声はフフフフっていうのは聞こえるんだ、確かに苦しまして喜んでんじゃねえかだから行っちゃいけねえ場所だったんかなとか言ったら、見ちゃいけねえものだったのかなと思うやん、こっちは、おうおう、だってあの人が向こう向いとるから俺ただ見ただけやから、それを見ちゃいかんかったのかななんて俺は思っとるやん、自分で、うん、俺多分よ、俺は見ちゃいけない映像を見たってやつなんじゃねえかなって自分で思っとる、あの人はただひたすら橋の向こうを見てたってやつ、うん、それに画像が見えたっていう俺が悪いのかななんて思ってる、まあ、うん、なかったねぐらいには思われてるんだろうけど、見ちゃったものはしゃあねえしって思うやん俺、に説明したのもまずかったみたいだな、ああこんな映像がみたいな、そういうあれを、ちょっと待ってね、団体に見えてない、これではもう絶対ないこいつらとは、うん、全然違う、もう一瞬ここ見せた時、あこいつと思ったやつ、こんなに綺麗じゃないうん、あの映像に近い、この映像これか、うん、ほぼ近い、ほぼほぼ、これ何の、わからん、誰この人、違う違う、これはお市様だけど、うん、うん、ほんでここにおる人、この人、うん、左の人、うん、がこの人が3歩後ろに座ってた、お月いたの、あの場所にお月なのかわかんない、映像としてはこれが本当にピンク色の、もうピンク色のこの着物っていうか、そんなあれで、
あの橋の上から見てた。そう、この人だ。狭間、寝ようとした時の狭間の顔がこれやった。これにもうちょっと、本当もうちょっとポチャっとした女もうちょっとポチャっとした、うん、ポチャっとしてる。もうちょっとね、聞くなあ。それはもう一瞬見たでこいつと思った俺。今サンチゴリと言ったぞ俺。マジか、嘘、うん、おいつさま成仏してないの。マジか。おいつさんって何、成仏してないの。だってこのおいつさんはその、マジか、うん、マジか。これに近い、これに近いと思えばいい。うん、他のやつはちょっと大げさに太りすぎとる。おお、うん、すごい綺麗だよ。うんうんうん、うん、声がちょっとね、女性っぽい声ではなかったけどね。うん、声まではさすがに文献に載ってないだろうからな。今で言うと誰やろう、誰だろう、どんな声やろうな。あ、これそのなんか資料集っぽいやつだよな、これ。選挙活動してたウグイス嬢がの声ぐらい。ちょっとかすれた。誰それ、誰それ。大声出すとかすれるやん、音。うん。声が。うん。ああいう声だと思えば。それのちょっとキーの女性の声って感じ。ハスキーっぽいっていうか。あー。わ、うん、かんねえけど。そう。え、マジでおいちさんを成仏しないとすげえショックなんだけど。なんで？だっておいちってそのゲームキャラの中でもかなり、あ、切らんでいいのカメラ。いや、切る切る切る、もったいないよ。